今回は宝塚ホテルのカフェレストランアンサンブルさんをご紹介します。はい、ではホテルの中に入っていきます。こちらが玄関ですね。はい、エスカレーターで2階に上がっていきます。はい、2階に着きました。赤い絨毯を右に折れてまっすぐに進んでいくと突き当たりが今日お食事をするレストランアンサンブルさんですね。はい、もうすぐです。こちらですね。はい、店内に入るとすぐ目の前はこんな風におしゃれに飾られています。正面奥には厨房があってお料理を作っている姿が見えます。夕方早めの時間だったのでまだお客様は少なかったんですけれども、予約をされているお席が多かったみたいです。今日いただくお料理のメニューがこちらです。この中で今日ご紹介するのは前菜です。はい、こちらですね。タラのブランダート、甘エビとホタテ貝柱のカクテル、アンティポワーズ風です。真っ白なお皿に、美しく並べられています。まず左手前にあるのがタラのブランダードです。透明なグリーンが美しいですね。これパセリのジュレが乗っています。宝石みたいですね。では半分に切ってみます。ジュレの下はタラとジャガイモをペースト状にしたお料理ブランダードです。滑らかなジャガイモの食感の中にタラの実の存在感があり、ジュレはチュルッとしています。そして次は右上のお料理、甘エビとホタテ貝柱のカクテル、アンティポワーズ風です。トマトやフルーツの、爽やかな酸味、これがアンティポワーズですね。これがすごく美味しくて食欲がそそられます。はい、そして、前菜の最後は卵のムースです。横に添えられた薄くてパリッとしているワッフルみたいなのに、しっとりと滑らかな舌触りの卵のムースを乗せていただきます。卵のコクが濃厚で美味しいです。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。